はい、こんにちは。フォトジャーナルプレスのゆうです。今日の動画は、こちらのタムロン 18-300F3.5-6.3DI3A VC-VXD というね、レンズを紹介します。はい、そのレンズがね、こちらになります。はい、こちらのレンズね、レビュー用に無償でタムロンさんよりお貸し出しいただいております。タムロンさんにはね、もう自由にいつも通りのレビューをしてくださいということで許可を得ております。このレンズをね、だいたい20日間ぐらい借りてたんですけども、実質ね、僕ちょっとね、これタムロンさんに怒られそうなんですけども、3日間しか使ってません。というのは、実はね、もう一つね、同時にこのタムロンさんの広角ズームレンズね、1120と一緒に借りてたんですけども、ちょっとね、話が長くなるんですけども、タムロンさんの依頼よりね、最初こちらのレンズをレビューしてくださいというふうにね、依頼来たんですけど、僕ね、あまり高倍率ズームとかね、超望遠とかっていうのはほとんど使わないので、最初ね、お断りするようなね、メールを送ったんですね。僕にね、どんな感じのメリットがありますかというふうにタムロンさんに送ったんですね。もうあまりちょっとレビューする気がなかったので、まあ、ですけどもね、こちらのレンズもね、ちょっと貸してくれるということで、こっちはね、本当に使いたかったので、その時同時にお借りして、まあ、レビューすることになったんですけども、まあそんな感じでね、借りたこのレンズなんですけども、ちょっとね、非常に僕はね、このレンズのことを甘く見ていました。で、ずっとね、こっちのレンズ ZV-E10 とね、組み合わせでずっと使っていたので、まあ、ほとんどね、こっちのレンズの方がね、使用回数多かったんですけども、まあ、そのせいもあってね、返却がね、明日に迫ってくるんですけども、もうギリギリ3日前になってこのレンズ使い始めてしまいました。でね、もっとね、早くね、このレンズ試したらよかったなと思っています。まあ、そのくらいね、良かったです、このレンズ。もう非常にね、僕高倍率ズーム舐めていました。そんなレンズをね、今日はね、ちょっと紹介しようかなと思います。ちょっとね、前置きが非常に長くなりましたけども、まあ、今日はね、こちらのレンズ紹介します。一つ前の動画でね、もしかしたらこちらの1120の方がね、上がってるかもしれないんですけどね、レビュー動画。今回はこちらの方のタムロンのね、高倍率ズーム18-300を紹介していこうかなと思います。はい、ということでね、だいたい3日間ぐらいしかね、使うことできなかったんですけども、多分このアップされる動画の前にちょっとね、試し撮りとかのね、動画もこのレンズを使ってアップされてると思いますので、まあ、よかったらね、見てみてください。で、今日の動画の内容はちょっとね、簡単にね、もうこのレンズのスペックをお話しして、あと後半にはね、まあ、これを使った作例と、まあ、僕が使ってね、楽しかったこととかね、体験談をお話ししようかなと思います。まあ、詳しくね、画質の話とかね、そういったものは、まあ、あまりね、しないのでね、まあ、他の人が多分レビュー動画とかたくさん上げてると思いますので、そちらの方を確認してみてください。はい、そうしましたらね、こちらのレンズの、まあ、スペック紹介ですね、ちょっとね、ざっとしていこうかなと思います。こちらのレンズがね、名称がタムロン 18-300F3.5-6.3DI3A VC-VXD で、こちらが APS-C 用のレンズで、ソニーの E マウント用になります。で、ソニー以外にもね、富士フィルムの X マウントのものも発売されていますので、まあ、ソニーのカメラと、まあ、富士フィルムのカメラ、マウントに合わせてね、購入してください。で、ざっとね、ちょっとホームページに沿って、まあ、スペック話していこうと思うんですけども、まあ、なんといってもね、このレンズの特徴がまずね、 18mm から 300mm の、まあ、言ったらね、超高倍率ってね、僕は呼んでます。もう高倍率を超えて超高倍率と思っています。そのくらいの、まあ、18mm から 300mm、まあ、35mm 換算にすると、まあ、27mm からね、 450mm までのね、超望遠をカバーするね、まあ、とんでもないズームレンズですね。で、F値の方はね、 3.5 から 6.3 となっています。まあ、これがね、もしね、 F4 同士とかね、 F2.8 同士だったらとんでもない大きさになりますので、まあ、高倍率ズームとしてはね、使いやすいレンズになってるかと思いますけども、まあ、とにかくね、僕はね、この冒頭でもお伝えしたように、高倍率ズームっていうのを舐めておりました。っていうのがね、初めてね、ミラーレス買った頃に、これもね、タムロンさんのね、高倍率ズーム18-200ぐらいですかね、ちょっと覚えてないんですけども、ソニーのね、ミラーレス用の初期の頃、販売してたね、高倍率ズームがあるんですけど、それをね、一度ね、僕、購入したことあるんですけども、まだね、本当にカメラを始めた最初の頃なんですけども、まあ、18からね、200までのズームできるんだったらね、レンズ変えなくてもいいやと思って買ったんですけども、あまりね、画質にそこまでね、納得いかなかったのと、なんかちょっとね、まあ、このレンズよりかは小さいんですけども、当時ね、大きいからあまり持ち歩かなくなって手放してしまったんですけども、まあ、そこからね、高倍率ズームっていうのがね、あまりいい印象がなくて、
今まで買ってこなかったんですけども、もう5年ぐらい経ちますかね、あれから。まあ、なのでね、購買ズームにはあまり興味なかったので、まあ、タムロンさんの方にね、レビューもお断りしようかなと、まあ、思ってたんですけども、まあ、実際ね、使ってみたらね、本当に僕はね、これ良かったです。もうね、本当明日には返さないとダメなんですけども、正直ね、まだ遊んでたいですね。そんなね、焦点距離を持ったレンズになりますね。まあ特徴がその一つですね、焦点距離ですね。もう一つ目が、まあ、最短撮影距離じゃないでしょうかね。これなんと広角側で、広角のね、この焦点距離 18mm です。35mm 換算で 27mm の時に被写体からね、15cm ということで、こんな感じまで寄ることができます。もうビタビタまで寄ることができます。で最大撮影倍率がね 0.5 ということで、ハーフマクロを実現しています。このレンズすごくないですかね本当に超高倍率のレンズにもかかわらず、さらに、ね、ハーフマクロで撮ることもできます。でね、これちょっといろいろね試したんですけども、 50mm くらいまでだったらね、かなり大きく映すことができますね。でそれ以降はね、ちょっと離れないとならないんですけども、それでもね、かなり寄ることができます。もうね、なんかね、とんでもないレンズですね。遠くのものも撮れるし、近くのものもね、アップして撮れるしということでね、もうね、罪深いこのレンズ、タムロンさんね、ほんと出してきたなと僕は感じています。本当にね、もうこれね、覆されました。まあ、そんなレンズです。はい、もうね、それだけでね、お腹いっぱいです。正直なんかね、本当にね、これ一本ね、先ほどね、今日もう本当にね、明日返さないとダメなので、ちょっとね、近くの川にね、もう最後の最後なので、まだ使いたかったのでギリギリになったんですけども、先ほどまでね、ちょっと撮影しに行ってたんですけども、本当にね、ちょっとね、帰りたくなくなりましたね。またね、その作例後から見せるんですけども、まあそんな感じのレンズでした。でフォーカスもね、結構早いです。 VX3 というね、タムロン独自のね、高精度なね、リニアモーターのね、フォーカスを、まあ、積んでますので、まあかなりスピードも速いです。まあ、ですけどもね、ちょっとね、弱点もありますので、それもね、後から話そうかなと思っています。で、手ブレ補正も、実はね、これ内蔵しています。で、これね、タムロンさんのね、ホームページ見てたら、どこだろう。オートフォーカスは、まあいいとして、最大撮影倍率もそうですね。光学性能もそうですね。で、手ブレ、ここですね。あのね、手ブレ補正がね、結構優秀で、優秀です。まあもちろんね、あの、望遠側で、めちゃめちゃね、動かしたりしたらブレますけども、それは望遠レンズなんで当たり前なんですけども、本当にね、こうやって感じでガッチリね、固定したりしてね、動画とか撮ったりね、写真撮るとかなりね、止まった感じで写真やね、動画撮ることができます。で一つね、これ驚いたのが、 AI テクノロジーをね、活用することで焦点距離をね、70ミリ以下ではね、動画に配慮した AI テクノロジーの手ブレ補正が搭載されているそうです。これね、僕が持っているタムロンのね、こちら去年発売しましたかね、この1770で、こっちもね、 AI のね、手ブレ補正全域でね、搭載してるんですけども、まあ、これがね、めちゃくちゃ効くんですね。手ブレ補正が、あの動画撮影時において、この僕の持っている手ブレ補正のない α6400 でもまあまあね、効いてくれる AI テクノロジーによる手ブレ補正、まあ、手持ちで撮った動画ね、作例上げてます。またよかったら見てほしいんですけども、その手ブレ補正が焦点距離ね、70ミリ以下ということなので、まあここまでですね、いった35ミリ換算で105ミリ、これと同じですね、のところまで AI のね、手ブレ補正が搭載されているということです。まあそれ以上超えてしまうと、まあ普通のね、タムロンさんね、独自の手ブレ補正に切り替わると思うんですけども、70ミリ以下だったら動画撮影時の時にね、 AI の手ブレ補正が搭載されているということです。これちょっとね、驚きました。もうそんなサプライズがこのレンズに搭載されてるんだと僕はちょっとね、驚いております。まあ他にね、突出すべき点なんですけども、まあまあ、ね、画質は撮ってみてね、非常にね、僕悪いと思わなかったですね。まあその辺もね、また作例見てもらおうと思うんですけども、あとね、そうですね、こちらのレンズは一応ね、簡易のね、防塵防滴に配慮した設計になっています。でこのね、マウントのあたりのところもシーリングしっかりされていますね。ゴムシーリング搭載されています。なのでここからね、水の侵入も防げます。センサーの中にね、水が入ってくることはないですね。で他にもね、レンズのこの可動部とか、まあ、こんがり伸びるんですけども、まあ、こういったところにも、まあ、防滴用のね、
シーリングっていうのが施されていて、まあ、少しのね目なんかでは問題なくね使えるような仕様になっています。なので今つけてる6600とかね、他には6400なんかもねボディに防滴防塵に配慮された設計になっていますので、その組み合わせだったらね少々ね雨の中でもまあ使えるかなといったような仕様になっています。で他にはここロック機構ついてますので、ここねスイッチを押すと、まあ、伸びないように持ち運びの時とかも便利です。伸びませんのでこういった感じでねすぐロックを外すことができますね。で他にはまあフォーカス、まあもう本当にフォーカスは早かったです。まあ、ソニーのねファストハイブリッド AF にも対応しているということです。まあ特徴的はねそんな感じですね。そんな感じといってもね本当も十分な性能ですね。高倍率でなおかつ近くで寄って撮れて AF も速いで防塵防滴に配慮された設計、はい、でこのガラス面とかも、まあ、コーティングされてますのでフレアとかねそういったのが出にくいような仕様になっていて、さらにね表面にはね撥水加工とかね汚れに強いねコーティングっていうのもされています。で手ブレ補正もね、まあ、搭載されていて、まあね本当に文句のつけどころのないようなねレンズに仕上がっています。まあ、最後の方にねちょっと僕が使っててデメリットっていうのも話そうと思うんですけども、まあそんな良かったレンズです。はい、ということで、まあ、このレンズね、まあ、持ち出して、まあ、本当20日間借りてたんですけど3日間ぐらいしかね使えなかったんですけども、まずね先日アップしたその飛行場大阪空港行ってねちょっと飛行機を、まあ、望遠になったらね撮ってみようと思ってね撮りに行ったんですね。それがこの映像なんですけども、まあ鳴らし程度にね初めてね超望遠で、しかもね初めて飛行機を僕撮るのでこういったねカメラ使ってちょっとね鳴らし程度に撮ってみようと思って大阪空港行ってきたんですけども、もちろんね全部手持ちです。まずね一つ言えるのが手ブレ補正ね結構手持ちでねここまで撮れるのかと思いました。まあ、超望遠レンズね使ったことある人なんかもね分かると思うんですけども、もう超望遠域になったらね画面がアップされるのと同じなのでちょっと動かすだけでね手ブレがひどくなります。まあそれがねしっかりねホールドはしておかないとダメなんですけども、まあ、結構ね効いてくれてると思いました。でちゃんとね飛行機も滑らかにね終えてたかなと初めてにしてはね個人的には思いました。まあもちろんねこのカメラ側のローリングシャッター現象って言ってね大きく動かすねイラ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 なってしまうのはまあ仕方ないので、まあそういった時はねやっぱりしっかり三脚に固定して撮るのがね一番ベストなんですけども、まあ手持ちでもね、まあ、さっとこのレンズとカメラを持っていたら、まあ、こんなに撮れるんだっていうふうにね僕は思いましたね。まあこれもね結構昼から行ったんですけど結局ね、まあ、夕方すごいいい感じになってきて、で夜までね楽しくてね飛行機撮るのが撮っていたというような、ね、感じですね。その動画が、まあ、前回上げた動画なんですけども、うん、まあ非常にね使ってて楽しいですね。まあ秋が来ないって言ったら一番ですかね、まあ、本当にねまあそればっかり言ってるんですけども便利でした。まあ飛行機撮るにもね非常に向いてるのではないかなと思います。まあ実際景色撮ろうと思うとねやっぱり三脚固定してちゃんと撮った方がいいと思うんですけども、まあ手持ちでもね楽しめます。本当に焦点距離ね35ミリ換算450ミリなのでもう結構ねアップで迫力のあるね飛行機が撮ることができました。本当にねこれ良かったですね持って行って。で続いて行ったのがね、まあ、日本一ね高い現段階ではね一番日本一高いねアベノハルカスハルカス300展望台に行ってちょっとね景色を撮ってきました。まあ僕がね持ってるレンズせいぜい200ミリですね。フルサイズ用のね200ミリのレンズ持ってるんですけども、まあそれでもねなかなかね展望台から200ミリ撮ると大きく映せるんですけども、もうこれ持ってたらもうこんな感じでめちゃくちゃねアベノハルカスからねなんかの梅田のね高層ビル群の距離って結構離れてるんですけども、まあ距離にしたらね8キロぐらいですね離れてますけども、まあそれをね300ミリの望遠で撮ると、まあ、こんな感じでね、まあ、焦点距離35ミリ換算で450なんですけども、正直ね450だったらね必要ないかなと思いました。もう200ミリぐらいでやっぱりそれだけね余裕を持て余すような、まあ、ハルカスから撮る景色でした。でハルカスもねずっと僕半日ぐらい遊んでましたね。これで360度ねずっと景色見渡せるんですけども、まあ、ずっとこれで撮って遊んでましたね。まあ、本当ハルカス僕も何回も年間パス持ってるぐらいなので何回も行くんですけども、まあそんな中でもね、まあ、このね新しいレンズ
使うことによってね、新しい発見っていうのがねできましてね、新鮮な感じでしたね、非常に。で今日ね、午前中返却日の前日なんですけども、もう返却かということで物足りなくて、結局ね、まあ、いつも行っている宿川っていう川があるんですけども、まあ、そこでねちょっと散歩がてらに早朝というか朝ですね、8時ぐらいにこれ持ってちょっと出かけてきたんですけども、まあね、何とっても楽しくなるレンズでした。まあ、こんな感じでね、葉っぱとか猫じゃらしとかね、なんかもうその辺に生えてるね草とか、まあ、日常ね見落としがちなものっていうのもね、非常にね面白くしてくれるレンズかなと思いました。で雨がね朝降ってたんですね、早朝に。で滑り台に水が、水滴がね残ってたんですけど、それをねズームして撮ったりね、マクロ撮影、ハーフマクロをね活かして撮ってたりしてたんですけども、まあこんな感じでね、もう何気なくね本当に見落としてるね世界っていうのもね、なんか楽しく撮影できたなと思いました。もう一人で滑り台で近寄ってね撮ってたんですけどね、怪しい人ですけどね、まあ、本当に遊具とかにねついてる水滴とか、水滴じゃなかったもね近接撮影してね撮ったりして、まあ一人でね遊んでました。まあそれだけで全然ね時間経って、でさらにね歩いていくとね、まあ、結構ね川の流れがあったりするん でそれをねちょっと ND フィルター持って行ってたので、まあズームして撮ったりね、近寄って撮ったりして、まあこんな感じで本当にね肉眼ではね見れないようなね映像写真っていうのはね撮ることができますね。先ほどもねお見せしたんですけども、まあ広角群にしたらねこんな感じですよね、もちろん。でズームするとね本当にすごいです。ズームしたらねこんな感じです。あのね遠くのね家たちまでねアップで写すことができるんですね。本当にすごいですねこのレンズ、うん、といった感じですね。本当にすごいです。それしか言ってないですね。まあ本当に僕はこれ田村さんにね本当失礼なことをしてしまったなと思ってるからですね、もう本当最初借りできなかったので、うん、まあそのくらい良かったです。本当にねもういつものね河原っていうか川を散歩してるだけなのに、もう 2,3 時間をねこれ使って撮ってましたね、夢中になって、うん。あのね、正直ね言うとね、まあ、35mm 換算で27から450じゃないですか。もうそれだけでね撮れる幅が広いんですね。同じ被写体でも 27mm 撮ったり450で撮ったりね、 50mm で撮ったりと、でさらに寄って撮るとさらにハーフマクロまでできてしまいますので、もうね撮れるパターンがねめちゃくちゃ多いんです、正直言うと。なのでもうこれ1本でね、もう本当に何でも撮れるといったような感じです。もちろんねお子様のね運動会なんかもね450だったらもう全然いけます。35mm 換算でね 300mm あったらね運動会でなんとか撮れるぐらいなんですけどもね、フィットレンズの望遠レンズね SEL55-200 というレンズがソニーさんからね出てると思いますけどね、まあ、それでもね全然十分なんですけど、これ450ありますので、さらにね運動会とかでね撮影するときなんかもね450本当にねアップして撮れると思います。で防滴防塵に配慮されたね設計ということでね、本当に運動会なんかねこれ最適だと思いますね。で片やねこれ 27mm までの広角も撮れますしね、この1本でもう本当にね全てが完結できるっていった感じですね。まあそんなね使用体験が楽しかったというようなねお話ですね。もうレビューというかもう感想になってしまいましたけども、まあ、本当に良かったですね。でまあね良かった点がね本当多かったんですけども、まあ、何点かちょっとね気になった点もありますので話して終わろうかなと思います。でまず気になった点なんですけどもね、一つ目がちょっとねズームする時の滑らかじゃないかなっていう感じですね。ちょっと硬い、これはね使ってたら慣れてスムーズになってくるもんなんでしょうかね。ちょっとね固めなので、手持ちなんかでね撮ってると撮影したままねズームすることもあると思いますけども、その時はね結構滑らかじゃないのでやっぱりね結構ブレます、かなり。まあそこが一つ気になった点。一点と、ズームした時に、なんかね、ピントをね、合わなくなります。なんか、撮影してて、あ、これズームで撮りたいってなった時に、ズームしたらね、なんかね、ピントが合わなくなることがね、多々ありました。で、そういった時に、ちょっとね、ズームをね、広角側に持っていって、ちょっとピント合わせて、ゆっくりめにね、ズームすると、ピントがね、再度合うっていう感じなんですけども、まあ、ちょっとね、そこが気になって、たかなと思います。急いでねズームしたりするとなかなかねピントが合わないシーンがね多々ありましたね。飛行機の撮影する時とかもね、あ今撮りたいと思って、あズームしたいと思ってこうした時にピントがね合わないので、一度ちょっと戻して
ピント合わせて、まあ、ゆっくりズームするといった感じですね。まあ、それが2点目ですね。で3点目がやっぱりね F 値ですね。やっぱね普段ね明るい F 値のレンズ F1.8 とかね、まあ、2.8 のレンズとか使ってるとやっぱりね望遠側をね僕多用してたので望遠側ね開放が F6.3 なんですね。で望遠にするとねやっぱりシャッタースピードもね必然的にね上げないと手ブレしてしまいますので、シャッタースピードも上げないとダメになってくるので F 値も暗いでシャッタースピードも上がるということはね、 ISO 感度はね結構上がりやすくなります。まあそれはね言ってもこのレンズの仕様なので仕方ないんですけども、分かりきったことなんですけどもね、まあそこはねちょっとね気になるかなと思いますね。なので望遠側で撮るとシャッタースピードも上がるのでね、 ISO 感度が上がりやすいですよっていうことをねちょっと伝えておきたいなと思いました。まあカメラね初めて初心者の方っていうのはね、そういったところはねあまりわからないと思いますので一応言っておきますと、 ISO 感度がね上がりやすくなって、まあノイズが増えたね写真になることもあります。まあ本当にね明るいところだったら問題ないんです。ちょっとね薄暗いところとかに入ると結構ズームした時に F 値がね 6.3 になってしまいますので、シャッタースピード上がって ISO がねもう2500とか3000とかねすぐ行ってしまいますね、ちょっと暗いところになると。はい、まあそこは注意点かなと思います。でその関連でやっぱりね夜の撮影はねあまり向いてないですね。あの飛行場で僕と夜撮ってたんですけども、もう本当にすぐに ISO 感度上げないと撮れないです。なので普段ねだいたい僕この6600なんかは ISO 感度夜でもね3200ぐらいまで限界にして撮ってるんですけども、もう撮れないと思ってね1万とかね1万5000 2万ぐらいまでね上げてました。なので結構ねノイズが乗ります、夜は。なので動画で夜撮る時なんかはねちょっと注意した方がいいと思いますね。写真なんかはね三脚に固定して ISO 感度落としてシャッタースピードね遅くすれば問題ないので、まあいいんですけどもね、動画撮影する時ですねっていうのはね結構シャッタースピードを下げることができないので、まあノイズが出やすくなってあまりねちょっと綺麗な映像は撮れないということはお伝えしておきます。で最後、まあ欠点じゃないんですけどもね、まあ、僕はねこの APS-C をね6600とあとこちら6400と、まあこちらね ZV-E10 持ってるんですけどね、でこの中でまあ使いやすかったのがやっぱりね6600です。圧倒的にやっぱりねそれなりにねコンパクトですけども高倍率ズームで、ここまでのね高倍率ズームだったらねコンパクトな部類に入ると思うんですけどね、 450mm まで撮れると。ですけども、まあ、普通のレンズに比べるとやっぱり大きいですっていうことはね、やっぱりホールド力っていうのが必要になってくるんですけども、このね6600っていうのは6400とかね ZV-E10 に比べてグリップがねもう本当に格段に違います。グリップがね太いのでもうしっかりねホールドして撮影することができます。でさらにボディ内手ブレ補正もねこれには入ってますので、まあ一番ね使うにはねしっくりきたボディかなと思います。やっぱりねこの6400とかにねつけてみると、ちょっとつけてみます。若干ねグリップが浅いというか薄いので、まあ本当にねフロントヘビーになるかなっていう、ちょっとね手が疲れてくるかなっていった感じにはなりますね。といってね使えないっていうわけではないです、全然。この比べた時の話なんですけども、まあ、6600とかねあの6500ですねっていうのはねグリップがこういった感じでね ZV-E10 とかと違ってもう全然ね違いますので、もう6600とか6500ユーザーにとってはねさらにボディ内手ブレ補正もね入ってますので、本当におすすめのねレンズかなと思ったりしています。まあそんな感じですね。まあ注意点というかは6600とかね6500ユーザーには本当におすすめですよというふうにお伝えしておきたいですね。まあ本当にそう思いました、これ使っていて。もうめちゃくちゃね相性良かったです6600と。はい、ということでそのくらいですかね、気になった点っていうのは。うん、まあそれをトータルして本当にね楽しい、もうね僕にとったらね新しい体験をさせてくれるね高倍率ズーム、もう超高倍率ズームですね、そう言いたいですね。もう本当にハーフマクロから 35mm 版換算で 450mm まで撮れてしまうというね、もう撮影のねその焦点距離に関してはね敵なしといったような感じのレンズですね。うん、まあ弱点も弱点って言ってもね、まあ、使い方次第ですので、まあ、克服しようと思ったらね克服できますので、うん、本当に良かったと思いますこのレンズ。あとね動物園とかに行ってね動物もね撮りたかったんですけどね、ちょっとね日にちがもうこっちのねもう一つの1120ばっかりね使ってましたのでね、
ちょっとね、本当後悔してます。もっと早くから使っておけばよかったかなと思って、こちら。はい。ということで、まあ、こんな感じですね。はい。まあ、もしね、この動画をね、出した後もね、ちょっとね、映像と、これで撮ったね、映像とか残ってたらね、アップはしようと思うんですけども、うん、こんな感じです。本当に非常に楽しかったですね、これ使ってて。ということで、まあ、ちょっとレビューというかね、本当に、こんな体験しましたっていうような動画になってしまいましたけども、まあ、本日はね、これタムロンさんからお借りしておりました、タムロン 18300F3.5、6.3 というね、もうテーブル補正も強力な超高倍率ズームのお話でした。ソニー以外にもね、富士フィルムマウントのタイプもね、発売されてますのでね、よかったらね、手に取って見てみてください。まあ、リンク、メーカーのね、リンク下に貼っておきますのでね、また合わせてね、僕のね、説明して足りない点とかもね、ホームページ見てもらったらね、わかると思いますので、ぜひね、よかったら見てみてください。はい、それではね、本日の動画は以上になります。それではね、また別の動画でお会いしましょう。それでは。